はいこんにちはいいですねということで、えー、突然なんですけど皆さんにねご報告があります多分ね分かってると思う、えー、僕はね今までずっとバスケ系 YouTuber としてワンワン動画を毎日出してきたんですけどまあ、世の中のねこの状況ということで、えー、まあ、僕もずっとステイホームしててあのー、一旦ねワンワン動画をお休みしたいと思いますはい楽しみにしてくれていた方本当にすいませんすいません まででもこれはは本当に仕方ないいす,すよね、はいはい、まずね、えー、ワンワン動画をこれから、えー、活動再開というか世の中が落ち着くまでね、僕も自粛したいと思いますはい動画の方はちゃんとね活動を自粛してて緊急事態宣言とか出る前にもう分かってたからため撮りしてたしその出る前からもうちゃんと行動に移してましたはい、なんで決してね最近撮ったものではありません はい、俺もそんなバカじゃないしそもそも体育館使えないからねお前らバカだよはい <laughs> なんかこの動画結構さなんかいい動画にしたいって言ってたんだけどちょっと気づいたらねちょっとアホなコメント欄にねちょっとムカついたねはいまあそれがねもう一つかなはいあとそう でこの状況なんで僕もねこれから今までやってきたことと違う環境になっちゃってワンワン動画毎日出せないしもう当分出せないと思うんですよそもそもはいだからねこう今自分にできることっていうのをこう探しつつなんかこう皆さんの協力も得てコメント欄とかにねなんかいろんな企画をくださいはいも,もちろん家の中でできるものが一番ですで今自分が考えてるのはまあ最近多いね俺のファールコールについてとか あと、自分がね、こうワンオンワンやる理由とか、はい。正直、YouTube やって、YouTube の you ワンワンっていうジャンルを作り出してから、自分なりにね、こうワンワンに食らうものがあったんで、そういうとかね、あのー、面白い話をね、していきたいなと思います。この機会に。はい。でも、本当に普段ね、こういうことやらなくて、自分なりに色々ね、こう大変だなと思って、まあ、考えたりしたんですけど、ある意味ね、本当にいい機会だなと思います。ま、ほんと全部ね、ポジティブに捉えて、すごい難しいと思うけど、 まあ、俺のこのこ性格だから、ここそポジティブにやれると思ううんですよはいだからこう皆さんもそういう面でね、こうネガティブになりすぎないように、いい形にね変えれるようにね、今できることをやりましょう。はいということで、あとありますか、ハッピーさん。そうだね、このいい機会を使って、みんな特にね、ないみたいなんで、はい、はい、あのー、僕から言いたいことは。 あのワンワン動画をお休みすることとはいちゃんと今まで撮影して,してきたものはあのため撮りしてたものですもちろんはいで今後はあのー、今できることやれる企画っつうのねやりたいなと思いますガンガンとりあえずコメントくださいはいまあ、どうせ叩いたりなんかいろいろすると思うけど全然好きにしてくださいはいそうワンワン動画が残り4つぐらいあったんですよもう掘り出して掘り出して掘り出してはいで結構ね面白いワンワンはね2つぐらいあったんではいあのー、ちょっとね うんいいところで出せればなと思います。ということで、えー、引き続き、引き続きというか、はい、皆さん、よろしくお願いします。皆さんもね、体に気をつけて、頑張ってください。ありがとうございましたあどう